方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。大丈夫かな、ジェシー。陽動部隊も行きますか。なんか起きそうやな、事件。ジェシーの親父さん、いたろ。ああ、魔鋼中毒ってやつさ。ああ、ジェシーがゴールドソーサーのショーで。クラウド魔鋼中毒やな。こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で努力してショーの主役を勝ち取った。ああ、もう実際勝ち取ってんや。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されたからこっち、ね、あの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか。星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。だから魔鋼炉あれしてんねんな、ジェシーも。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。興味ないね。こいつ興味ないね。ジェシーの言ってた空き地、作戦が終わったらここに集合っす。オッケー。合図があるまでは慎重。照明だね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。お、怪しいな。え、ジェシー大丈夫か。どうした、倒れてる。どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよね、これ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。見えない敵か、もしかして。よし、行くか。誰もいねえ。どうなってんの。誰もいない。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。こういうとこ見たくなるよね。訓練所、何もないね。あ、宝箱あるよね。ハイポーション、ラッキーラッキー。よーし、じゃあ正面突破するか。おっと、ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間すからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。なるほど。足りないものはそこの自販機で。自販機自販機でなんか買えんの。おお、エーテルやハイポーションなど。あ、そうなんや。いいやいいや。あっちに訓練所があるみたいだな。バトルしたけりゃ行ってみな。あ、バトルもできんの。めっちゃいいやん。調してお腹が鳴りそうっす。オッケー。おお、めっちゃ安い。100ギル。3個ぐらい買っとくか。エーテルも。あ、エーテル在庫1個ない。フェニックスのは2個あるし大丈夫やな。オッケー。武器とかも売ってんの。おお、売ってんねや。まあ今はいらんか。これは何？ああ、休憩。これで回復できるって感じか。なるほどね。優しいね。訓練所も行ってみたいけど。よし、じゃあまあ行くか。あんた、確か召喚マテリア持ってたよ。持ってるよ、イフリート。敵地のど真ん中で暴れるんだ。準備しといて損はないと思うぜ。優しい。準備できたか。ああ、よし、
じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。了解。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。どうしたクラウド。うわ、幼き頃のクラウド。イケメンイケメン。うわ、ティファ、かわいい。何、話があるって。ちっちゃい頃からミニスカでんな、お姉さん。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。怖え。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない俺は特別だ。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。あ、セフィロスもソルジャーな。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ。英雄だやったんや。しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にもなるかな。頑張るよ。ねえ、約束しない？約束。ね、クラウドが有名になってその時私が困ってたらクラウド助けに来てね。うわー、助ける。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの一度くらいは経験したいじゃない。はあ？約束しなさい。わかった、約束する。後ろで髪結んでるクラウドもいいね。あのファンみたいな見て、あの風車的な思い出したってこと。うわ、綺麗な。ほんでどんな想像力の持ち主やね。絶対作戦聞いてなかったよ作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ピンチか。助けるべきやんな、クラウド。お、照明弾。ジェシーの合図だ。行くか。うまく潜り込めたか。行くぞ。よし、一丁暴れたります。わ、結構おりそうやな敵。リフリート使える状況濃いよな。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。先客は誰なんやろな。 おい、あれ、侵入者発見。撃てー。撃ってきた。しびれるね。終わりか。終わりか。さあ行くよ。ナイスウェッジ。素人にしちゃ頑張った方だろう。うわあ、出た。あの犬っころ強いねんな、意外と。イフリートの出番かな、これ。次は俺の番さ。引きつけて逃げるだけ。ケツケツ一気に叩き込む。消えろ。
ャー。うねいか。一気に叩き込む。動けるっすよ。追い打ちだ。よし。絶対痩せた。めっちゃおもろいな。よ、男前。モテまくりだったな。作りな男っす。ウェッジと友達になりたい。さあジェシーは無事か。召喚獣どうやって召喚するのかわからんけど。あ、てか来たねこいつ。うわ2体もおるやん。兵器の格納庫かよ。まあまあ余裕っしょ。いけるか。任せろ。任せるっす。さっき見つけたっす。おドカーンと行かっすよ。やるねウェッジ。よし、じゃあ一丁やるか。あ、強敵とのバトルで召喚マテリアが共鳴すると、あ、なるほどね。ここで使えんねや。サモンゲージ、溜まってる溜まってる。サモンゲージ溜まったよ。よし、イフリート。出番。やば。天以来のイフリート。かっこいい。ちょっと見た目違うね。イフリート、ゼロになるまでバトルに参加してくれます。なるほど。パーティーメンバーの ATB を消費することでアビリティ発動。めっちゃええやん。暴れてくれイフリート。よし、リミットゲージも溜まってるね。あ、オッケー。競技花と運を恨む。かっこいい。うお、しかもイフリートと行くぞ。よし、バース、あーブレイバーにしよう。決める。いいね。ちょっとイフリートクリムゾンダイブ。やばい、死ぬ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 。やばいやばいやばい。ミスったミスったミスった。死ぬ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 。ちょ、助けてくれ誰か。ATB ゲージがたまらんから、アイテムも何も使われへん。怖い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 。溜まって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 。攻撃しよう。 OK 今や。待て待て、 KR よりハイポーション使おう。あぶねえ。よし、うわイフリートやばいな。こんなんが身近におったら。地獄の火炎。うわ、もう何が何かわからん。強すぎやろ、3800くらいだ。よし、ブレイバーでとどめや。あー、もうちょい。ここまで。オッケー。団結力の勝利っす。包囲しろ。まだ来るか。あれ、ま、これもしかして先客の人が出てくるんじゃん。何が目的だ。いや、お前かよ。派手にやってるじゃないか、マイフレンド。ブリーチのアランカルにこんなやつおったよな。もしかして戦うか。約束しただろう。次は二人だけで。マジか。めっちゃ強そうやねんけど。君が点火したんだ。ローチェ。私のエンジンは今。駆け出す興奮に激しく震えている。全部バイクで例えんなよ。下がってくれ。分かった。バイクを降りるのは何年ぶりかな。バイクの上で生活してんのお前。私のスピードはそりゃ髪の毛ファッサーなるわな。早っ。
であろうと変わらない。マジか、バトルか。おお。マジ。うわ、サンダー。防御高ない。やばい、真空波。それか。余裕かもしてんね。レッドゾーンまで振り切ってみようか。うざいな、キャラがうざいな。やめてくれやめてくれ。やばい、ちゃんとガードしなあかんな。やばいやばいやばい。攻めろ攻めろ。やばい、危ねえ。よし、バースト行くぞ。これで肩つけるぞ。よし、ブレイバーや。終われ。まだか。よし、勝った。なかなか強かったね、ローチェ。満足か。楽しい時間はあっという間だね。愉快犯やな。まだまだ目指せる高みがありそうだ。ただのバトル好きって感じやな。正義悪関係なく。うわ、また出てきたよ。全機出せ。ソルジャーを倒すほどの相手だ。全力でかかれ。負けへんよ、今さら。助けてくれた。いや、お前バイク乗ってた方が強いぞ。バイクの趣味悪すぎるけどな。私たちは必ずまた会う。その時まで生きていてくれよ、マイフレンド。うざうざ。いや、運転がうますぎるんよね。敵か味方かようわからんやつやったな。まずいな。さあ、どうするよ。ジェシーはまだか。
おい、クラウドさん、今のうちに。クラウドの剣なら腐り切れるやろ。誰誰誰誰敵じゃない。誰、運パが何をしている。そっちこそアバランチ。分派って言ったよな。反抗勢力か、死んだの。ウェッジは心配ない。今はあんたが見つかる方が厄介だ。なんだあれは。先客、あれも一応アバランチだ。あー、なるほどね。地球派というか本流というか、まあ今の俺たちにとっては目の上の炭鉱、ケツの出来物。失礼。ここで何をしているんだ。さあね、俺たちを危険分子扱いして追放したくせに、自分たちだって結構な装備だったよな。噂じゃあろうことがウータイと手を組んでミッドガル中のマテリアを持ち去るつもりなんだと。ウータイ、何の意味があるんだそれ。さあ、戦争が終わったと思ってるのはこっち側だけなのかもな。お、ジェシー、よし、終わったか。作戦終了だ。ひとまず空き地まで戻るぞ。ウェッジは大丈夫？置いていって。大丈夫って言ってたし、いけるか。随分と賑やかなことで。シンラの造園もいるな。ああ、意外て。ちょっと回復しとくわ。よし、じゃあ空き地まで行くか。ここね。ウェッジを待たなくていいのか。待ったり探したりしたらあいつ怒るぞ。あ、上登んねん。ソルジャーには分かんねえか。でもあんたが気にしてたことは伝えておく。それに関しては喜ぶ。深夜の警報で近隣住民も騒ぎ始めている。 A 班はこの場で施設からの逃亡者を監視。 B 班は速やかに通行規制の上事態の収拾に当たる。お疲れ。こっちこっち。無事やったか。よかったよかった。混乱どころか深夜の爆弾配置する。警報については誤報で通せ。ちょっと派手にやりすぎじゃない、うん、まあ、おかげでこっちも無事。あれ、ウェッジは。ウェッジ、お、大丈夫か。危ねえ。俺たちが行く。おい、ウェッジ、大丈夫か。なんでクラウド見つかった厄介なんやろな。元ソルジャーやから。ナイス。撃たれたのか。多分流れ弾っす。お知りたい。緊張感ないな、ウェッジが。ちょっと何してるの。怪我してても。うわ、ブヨ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 。屈辱っす。当たってないよこれ。あら、弾が至近距離を通ってパンツが焼けたんだね。だからこれ、やけど。しかも軽い。おい、ウェッジ、腹ペコっす。そっちかい。和むね。いい顔。あ、確かに笑ったな今。行くぞ。帰るんだろ。シャイボーイなんだから。もちろん。よし、帰るか。スラムへ帰ろう。こんな。スラムに戻る。ウェッジ通れんのかお前。前から一度やってみたかった。さて。にしても本家の作戦に恥じらせ。来てる。偶然なのか。嘘やろ。本家が動き出したとすれば面倒だ。ただでさえ命令が出ています。山積みだから。速やかにご自宅へお戻りください。そっか、本家がなんか。さっき襲撃って聞こえたけど。関係あるんか。ほら、こっちこっち。ここまで来れば安心。危ないですって。ついてからの確かに、どこ向かってんのやろ。無事に火薬も手に入
入ったし、これで次の作戦もバッチリ。そう願うね。あんたの父親も早く良くなるといい。おい、その話は。あ？クラウドさんもピザ食べたかったって確かに食べたかった。何？なんか怪しくない？ないない、それはピザが食べたいよな。あ、ああ、ふん。じゃあ今度は私が腕を振るっちゃおうかな。楽しみ。蘇生バテリア、いいね。楽しみ楽しみ。よし、どうやって帰んねや。多分ここに。あった。なんやなんや。パパから聞いた時は半信半疑だったけど、本当にあってよかった。パラシュートか。パラシュート、うん。半信半疑にかけた5割ならかけるでしょ普通楽しみ。まさか上から飛び降りんの。スリルが好きやもんな、ジェシーは。みんなご苦労様、付き合ってくれてありがとう。おい、ジェシーとパートナーちゃうんかよ。明日の作戦終了までバレットとティファには内緒でお願い。余計な心配かけたくないから。うん、よし、飛ぶぞ。ワクワク。クラウド、エッジを送ってやってくれ。ああお前急降下せえへんか、こんな重たい。うわ、タイタニック。忘れるところだった。ねえ、あ、危ねえだろ。何考えてんだちょっと、ちょっと何すんのよ。こっちのセリフだ。残りの報酬、下に戻ったらうちまで来て。おい、うちまで来させる気か。誰が兄貴だ。うわ、スピード速そう。いいね。いい景色やな。もっと役に立ちたいっす。今ばっかで十分だ。傷は仲間のためだろ。いいこと言う。胸を張ってろ。え？クラウド、いいこと言うよ。なんか俺たち乗ってるよなこの柄特にね。クラウドが来てから興味ないね。あいつのおかげだな。うん、一緒なら何でもやれそう。いい友情芽生えてるやん。7番街スラム。俺一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいから案内しろ。兄貴兄貴、それはやめろ。こっちっす。ウェッジかわいいな。ジェシーたちもう帰ってるかな。さあ走り方が二人の家に寄ってもいいっすか。通り道だし。ああ、お、ここか。誰の家や。ここがビッグスンチ。ビッグスンチ、まだ戻ってないっすね。そうか。また反省大会かも。ああ、作戦の後のお約束っす。考えすぎて熱まで出したり。意外だな。ちょっと心配っす。ビッグスがさあ次はジェシーんちっす。意外と考えてんねんな、ビッグスも。ミッドガル。さあ、ジェシーの家は気になるね。こいつらほんま三角コーンとかゴミとか蹴飛ばして歩きよんな。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。でも家まで取りに来い言うてたで。学者志望の女子たちと暮らしてるから。あ、そうなんや。
変な気起こしちゃダメですよ、兄貴。あ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないの？確かに。そこは役者だから。なるほど、女優やね。あ、もう一回警告、兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。なるほど、クラウドが好きっぽく見せてんのは演技だよってこと。わお、やるね、大女優やね。男は立ち入り禁止ですってさあせん。さあ、ウェッジの家は？お、猫いっぱいおるやん。ここか。怒っとる。空にある場にパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。かわいい。じゃあな。見送りどうもっす。てやて、忘れるなよ。了解っす、兄貴。その呼び方やめてく。怖くない怖くない、兄貴は優しいっすよ。よしよしよし。好きにしよう。よくできました。7番街めっちゃ猫おんねんな、そういえば。オッケー、残りの報酬、そうそうそう、取りに行かなあかんね。よし、さあ帰ってるかな。うわ、やっぱりクラウド、そろそろ来る気がしたんだ。じゃあ、はい、これ。お、マテリア。ご苦労様、何でも屋さん。バリア、いいね。特別なご褒美。な、うわ、分かったから離れてくれ。ジェシー。じゃあ明日の夜来て。同居人たちみんな留守らしい。おい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 。じゃあってどういう意味だ。おいおいおい。離れてくれ。俺なら絶対行く。離れたら来る？明日の夜。これも女優っていうのか？ウェッジ。教えてくれ。離れた、来る？分かった。しつこいぞ。こんな選択ある？ライフイズストレンジかよ。どうしようかな。いやーでもティファも捨てがたいけど、いやジェシー、俺好きやな。分かった、分かった、考えておく。やったー、じゃあとっておきのピザ焼いてあげる。具はマルケ、ルーシェ、クロミリオンに赤シリ。どう？全部知らない。なんてキュートなの。いいぞ、私に任せなさい。年上彼女的な。おやすみ。何これ、 FF ってこんなゲームな。教えてくれ、みんな。なんつって、なんつって、こういうのぶといねんな、なんつっての時だけ。オッケー、まだいじれるけどちょっとやめとくか。スラムの心得。よし、じゃあ戻るか。よし、帰ってきたよ。ティファおるんかな。もう寝てる時間だ。はい、すいません。こいつドア開けたら開けっぱなしにすんねん。閉めようぜ、クラウドさん。襲われんぞ。よし、じゃあ寝ましょうか。